こんにちは、翔吾です。いらっしゃい、差が悪いよ。ねえ、突然だけど史上最強の専業主婦って誰か知ってる？え？誰ですか？それはクレヨンしんちゃんの登場人物、野原みさえさんよ。キャラクターじゃないですか、そこは先に言ってください。妄想癖とバーゲンセールに対するアンテナは最強だと思うわ。そうですか。じゃあ今回は野原みさえを少女漫画風に描きながら彼女についてざっくり語ってみようと思います。劇場版でのみさえさんは魔女っ子変身要素がありがち。今回の作画はポージングが少し難しいので、下書きの段階でグレーベースを塗ってバランスや形を整えます。このやり方は過去動画のあつ森のしずえさんの擬人化を描いた時やセーラーウラヌスとネプチューンを描いた時もやった方法です。概要欄にそれぞれリンクを貼っていますので、よければ後でご覧ください。でもその方法って毎回やった方がいい絵になるんじゃないの？ぎくりうっかり忘れてました。まあ気を取り直してみさえさんがどんな人物なのか軽く解説してちょうだい。了解です。野原みさえは1990年から2010年までに連載された薄井義人さんの漫画クレヨンしんちゃんと現在連載中の新クレヨンしんちゃんの登場人物です。埼玉県春日部市に住む専業主婦で、作中では基本的にツッコミ役ですね。ツッコミ役であるがゆえに彼女はしんちゃんのいたずらの被害者になりやすいわね。高級化粧品やブランド服にいたずらされたりとかですね。でも普段はバーゲンセールに敏感で詰め放題の戦場で戦っているのよね。だけどこっそり自分はブランド物を買っていると。何のメモですか。ミサイがしんのすけを怒るシーンは意外と愛がこもっている場合が多いんですよ。昔よりもげんこつや頭グリグリするシーンは減っちゃったけどね。まあそこはテレビのコンプライアンス問題だと思って残念ですが諦めてください。時代の流れって恐ろしいわね。叱られるといえば夫のヒロシもミサイによく叱られていますね。たまに理不尽な理由で怒られるシーンもありますが、大抵はヒロシのだらしないところに怒っている気がします。自分もダイエット器具やサプリメントを買ったは良いけれど、結局途中でやめたり、うっかりお昼寝のしすぎで家事をほぼ放置しちゃううっかりさんなのよね。似たもの夫婦ってことかしら。割とそうかもしれません。映画などでとんでもない世界線に巻き込まれても、初めは困惑したりパニックになるけど、割とすぐ受け入れたり楽観的に考えられるのが野原一家のいいところだと思います。中でも個人的にミサイは楽観的だけれど、肝心な時はきっちり考えて行動してるように見えます。特に映画では兼業主婦になったら結構有能な人物なのかもね。そういえば以前ミサイとヒロシが入れ替わってしまうエピソードがありました。その時ミサイはヒロシの体で会社に行って主婦目線の意見で新商品の開発に貢献しています。ただパソコンをあまり使いこなせないのと聞き慣れない会社の用語が飛び交う中、終始パニックになっていました。なるほどね。というかクレヨンしんちゃんって日常ギャグ漫画だけど映画以外でこんなファンタジー的なこともやるのね。たまにやってますね。昔しんのすけと入れ替わったこともありました。さてここからは色を塗っていきます。髪はあえてペン入れせずに色を塗ってから形を整える予定です。この方法も過去動画の野原ひろしをイケメンに描いてみた時にやってたわ。よかったらこっちも概要欄のリンクからのチェックよろしくね。塗り方としては、はじめにざっくりとバケツツールで全体を塗ります。その後影を塗っていきますが、1回目はアニメ塗りっぽく影とベースがはっきり分かれる感じで塗り、透明水彩などを使って2回目の影を塗ります。影のレイヤーはどちらも定山レイヤーになっているわね。それにしても随分とメルヘンチックな衣装じゃないの。今回の絵はミサイの妄想がコンセプトなのでこんな感じになりました。ルイさんが冒頭で少し言ったように、ミサイは映画で時折魔法少女に変身します。そのほとんどがミサイの妄想でできたもので、なぜか魔法少女っぽいデザインが多いですね。結構乙女チックな思考してるのよね。大人になっても忘れない乙女心って素敵。個人的には絵描きとしてその想像力を分けてほしいくらいですよ。
ちなみにクレヨンしんちゃんの映画、猛烈、大人帝国の逆襲にて、ミサイがしんのすけたちを追いかけるときに、魔法少女ミサリン、と言ってポーズを、決めてるときしんのすけが呆れるシーン、なぜか定期的に笑ってしまいます。あの映画はクレヨンしんちゃんの、映画の中でも、特に人気がある作品で、比較的にしんちゃんと、ヒロシさんとの関係にフォーカスされがちだけど、ミサエさんのシーンも見逃せないわね。ちなみにミサエさんの妄想が爆発してる映画、伝説を呼ぶブリブリ3分こっきり大進撃は、ピクシブ内でミサエさんのファンアートが最も多いわね。映画を知らなかった時は本気で誰だかわからなかったわ。確かに映画の内容を知らないと、ミサエだって気づきにくいですね。ちなみにこの映画は Amazon プライムで見れます。知らない人は一度ご覧ください。ところで夫のヒロシさんとの関係性はどうなってるの？そうですね。うちでは圧倒的にミサイが上手だと思います。完璧とはいかなくても家事をこなしつつ、ほぼ一人で虹を日中面倒見てますからね。そして幼稚園バスにほぼ毎回乗り遅れる。しんちゃんを自転車で送るパワーもあるわ。いやそこは本当にご苦労様です。はい。こうして見ると一見ヒロシが役に立たないようにも見えますが実際はそうではありません。時と場所によってミサイはうまくヒロシを立てることもあるし若い子に出れると、瞬殺でひまわりと一緒に怒ってます。なのである意味これは彼に愛がある証拠かと。そうよね。冷め切っていたら夫が何していても無関心になりそうだわ。その証拠としてはおかしいかもしれないけど、昨年の映画、新婚旅行ハリケーン失われたヒロシでは、新婚時代を思い出して、ロマンチックに浸りつつも、しっかりピンチになったヒロシさんを、助けに行く。行動力は妻であり母親の、鏡よね。映画自体も久しぶりに良作だった気がするわ。こちらも Amazon プライムで見れます。確か映画のラストで、野原ヒロシは、野原美沙を愛しています。世界中の誰よりも、って、言うのよね。いやいやいや、それって全然違う作品の名台詞なんですけど、あ、でもプロポーズシーンがあるのは本当です。ぜひ最後まで見てなんて言ったのか、自分の目で確かめてみてください。さてそろそろ今回書いたクレヨンしんちゃんの登場人物の原美沙について総括すると、彼女は埼玉に住むごく普通の専業主婦です。ただの原一家で一番権力がありしっかり者と、思われがちですが妄想癖があり乙女心を忘れていません。だけど場合によっては行動力と頭の回転が速く、ヒロシさんとはまた違った家族思いな、一面を持っているわ。このことから普段のギャップと合わせて史上最強の専業主婦って呼ぶ人もいるみたい。さて今回もかなり端折って話したため、情報が不十分な部分があるかもしれません。なので何かご意見やご感想、指摘などがあれば、コメントしてくれると嬉しいわ。それではここからは長くなるので、過去動画と同じ区間性まで少しカットします。それじゃあ早速完成まで、少しスキップするわね。以上です。今回はクレヨンしんちゃんの登場人物の原美沙を少女漫画風に描きました。今回の完成したイラストは概要欄のピクシブリンクから見れるわよ。よかったらチェックしてみてね。最後までご視聴ありがとうございました。他の描いてみたイラストを見たいときは、再生リストのチェックや高評価、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。登録済みの方はベルマークをオンにしておくと通知が来るようになっています。